こんにちは、アイムの佐藤です。コロです、はい、今日はね、ちょっと2人揃って、真面目な話を。そうですね、重要な重要な、ちょうど去年の講演会の時に、アイムとして今後どうするかって話をして、まあ、これまではフォーデーを作って、高校を作って、就労支援のグループホームを作りましたと。そうね。なので、今度は、その、親がいなくなった後、どうするか、特にお金の管理とか、っていうのを、なんとかします。方法論を考えますっていう宣言をしたの。そうね。何をしたらいいかわかんないけど、とりあえず考えますと、調べますと。言って、ちょうど1年経つんだけど、お見事。答え見つけました。できました。できました。イエーイ。ということで、11月からですね、アイムパートナーズ、はい、でこれはただの生命保険をっていうことじゃなくて、生命保険信託っていうキーワードが出てくるんですけど、うん、そうですね、これをすれば、親がいなくなっても子供のお金の面は心配しなくていいであろうということで、多分ね、多くの家族にとって非常に役に立つと思う。というのは、自分自身がやっぱりガッチャのためになんかいい方法がないかなと思ってたので。で、じゃあ今日はね、その話なんだけど、それはどういうことと、で実際1回目の説明会ってアイムの方針向けにやったのよ、大反響で、2回目やってくれって言われたんだけど、ただアイムじゃない方針も聞けないから、そうですね、なのでちょっとこれ全員向けにちょっとプレゼンを作ったので、私のお得意のパワーポイントで、またよく作りましたね、じゃ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 、なんとね、はい、で、なんと、じゃん、もうそれ何ですか、ハリーポッターの、ハリーポッター魔法の、でなるほど、はい、こっちが指しやすいでしょ。そうですね。でまずタイトルね、発達障害である子どもの老後に備える、うん、でちっちゃく生命保険と信託の話、もう一番親が考えたいけど考えるのめんどくさいところですね。そうそう、うん、あとなんとなく分かるんだけど、生命保険のお金だけ持っていかれそうとかね、あ、分かる、よく分かんない、変なも売りつけないかとかね、であとこのパート1が、生涯かかる費用はいくらか、ここ意外に知らないですよね。そう、まず一番聞かれるのは子供いくら必要なのと、うん、で次にどのように準備したらいいのかと、うん、で元々の、話なんだけど、元々で言うと、あのうちの保護者が来てですね、1000万円をアイムに預けたいと、うん、怖い怖い、で一生面倒見てくれって言われてそもそもうち10年後あるかどうか分かんないし、法改正でどうなってるか分かんないし、しかもうち潰れたらどうするんですかと、それやめなさいと、そしたらまた別のお母さんが来て、なんかのりさん貯金は1000万円貯めないとダメと、またなぜ1000万って見るのかわかんないけど1000万って言われて、ね、でどうするんですかって言ったら、うちのこのグループホーム差がまだ入れてないんだよ、預けるところに1000万預けたら、あなたバカですかと、ね、老人ホームですら1000万一時金預けて数年後経営破綻してお金返ってこない、住むところないって起きてる、これも社会問題になってる、そう、ね、なのにわけのわかんないところに1000万預けてグループホーム、しかも子供まだ19とかね、40年後なんて誰もわかんないじゃないですかというのがあったんだけど、ただ一つだけわかったのは、仮にお金を貯めてあったとしても、どうやったらいいかみんな分かっていないし、誰かがちゃんと管理しなきゃいけないし、それはアイムではないなと、それはよろしくないと。そうね。なので、じゃあどうしたらいいのっていうのは、これ僕も考えました。ここはね、あの障害持ってる子の特有の話だもんね。そうです。そう、普通の家族は心配しなくていいけど、まあそうですね、発達障害は絶対必要で、じゃあ今回の2つのポイントなんですけど、まず生命保険、ここはみんな聞いたことあると思います。そうですね。で、ここで生命保険と、生命保険信託って2つの言葉が入ってきますと、難しいですよね、これちょっと難しい言葉、信託ってね、だからちょっとここでは今回信託って言葉でちょっと簡単に呼ぶけれど、で発達障害の将来と親の老後に備えるっていう話なんですね、はい、なるほど。で実はうちも生命保険入ってこなかった口なんで、そうね、はい、なんかそんなこと気にしてもって言ってたもんね、うん、そうそうそう、だってそれ宝くじより確率低いじゃんみたいな、ね、そう、宝くじ当たると思うか事故で死ぬと思うかみたいな ね、 まあね、そうで、こんなこと考えてありますかってことなんだけど、まずね、子供にいくらのポスタイかっていうところと、まあ、もちろんこれ自分の老後の資金もあるんで、子供だけじゃなくて親も含めてどうするのかっていう話と、であと、仮にお金があったとして親が亡くなった後に身内に預ければ済むのかと、そうね、老後について、僕の考えでは親族だからといって安心できないねと、まあ、なんだかんだ言って数親族のね、その相続の争いが起きたりとか、あと時々あるのがよくね、記事出てくるけど、お金預かってた親戚のおじちゃんが倒産しそうになって使い込んじゃったとかね、で多分
別にその人も騙すつもりはなかったと思うんだけど、たまたま困った時に近くになったお金をやっていつか返そうと思ったら返せなくなっちゃったってことは起きるんで、だから悪意がなくても使い込んでしまうことがある、ね、だから今は良くても30年後の状況なんて誰も分かんないから、うん、で状況も変われば都合も変わるでしょと、うん、で、あと福祉施設のお金預けるのも危険、うん、これはね、うん、だってね、うん、そこキャッシュフロー悪くなったらそこ手つけちゃうかもしれないし、そう、ね、なのでちょっと身内に預けるのも心配だし、うん、福祉施設に預けるのもちょっと無理があるでしょと、うん、多分こんなこと考えたことないで、まあ、一番目はねあるかもしれないけど、そう漠然とね、うん、でも多分電卓走った人あまりいないと思うんですよ、いやほぼいないでしょうね。でまあこれもねちょっと療育の話と同じく、まず発達障害って言ってもね、うん、うちのガッチャみたいに IQ25 もないようなねこの重度、うん、で50以下の子なのか普通に喋れるけど高機能のグレーなのか、うん、によってちょっと話金額が変わってくるっていう ね、なのでこれちょっと2つ分けといた方がいいですねと、うん、ただどっちも共通しているのはどっちもお金の管理能力が怪しい、うん、これのりさんの中ではこの2つはどういう分け方をしてる、あよくぞ聞いてくれました、はい、なるほど、パネルがあるんです、あまさかの、はい、測ったように、はい、ははは多分、うん、河野さんが思う疑問はみんなが思う疑問で、うん、そう、当然俺も思う疑問、ちなみに僕はこれ初めて今見てます、そうそう初めてでしょそう、うん、頑張って作りました、はい、でこれは福祉の対象のラインってことなんだけど、うん、ここで分かれていて、うん、重度か高機能グレーかはどこで分けるかって言ったら、うん、将来自分の子供が一生福祉施設のお世話になると思うか、うん、つまり就労支援に行ってグループホームに住むのか、うん、あるいは一般就労すると思うのか、あなるほどね、ここ起きない、うん、でもっと分かりやすく言うと障害年金6万5000円をもらおうと思うかもらわないと思うかによって変わってくる、うん、だからうちみたいにその支援学校とか支援学級ど真ん中だと当然こっちになるんだけど、うん、ちょっと普通の、うん、下手すると普通のクラスに行ってるとか通級行ってるぐらいですとかだとこっちになり、なっちゃう、うん、のでまずここで分けて考える必要があると、確かに、はい、うん、じゃあこれを分けて考えるって話なんだけど、うん、まずねそういう話の前にまず今の福祉の制度、うん、特にあのうちだからもう今高校生だったから、うん、これね面白くて事前に話では聞かされるんだけど、うん、自分が区役所行って手続きしないとピンとこない、あまあでしょうね、うん、だからうちもうちの子が小学校の時はピンとこなかった、うん、で中学校になって初めて進路とか出てきて、うん、で高校になって初めて卒業後就労支援じゃなくて、ね、障害手帳で出てきて初めて、うん、ああそういうことかっていう、だから特にねあの今未就学とか小学生のお母さんたち、うん、お父さんたちにねこれ、うん、知っといてもらいたいんですけど、うん、ピンとは来ないと思うけどこういうことがあるっていうね、うん、まず一つは子供生まれたらさまず児童手当2万円が来ますと、うん、でこれね実は俺も最近知ったんだけど、うん、知らなかった、これ特別児童手当ってのがあるの障害者でこれ3万5000円で親の世帯収入もよるんだけどあるんだって、うん、でうちの保護者も調べたら、うん、もらってないところ多かった、申請しないとそうで市役所教えてくんない、まあなるほどね、うん、というかねこれ行政の意地悪じゃなくて単純に教えてくれない、平等に、そうだね、うん、あの不平等ないように、うん、聞けばそう聞けば教えてあげますので、ね、だからみんな知っといた方がいい、あります、うん、こういう制度が、そうですね、行政って基本的にね聞かないと教えてくれないっていうスタンスだから、だからうちの保護者とか、うん、うちのスタッフでも知ってる人少なかった、うん、もらってる方がレアだった、うん、でも一応ただまあ一般論で言うとまあ2万円もらえますとね、うん、で中学校でこれ終わるんですよ、うん、で次に18歳と飛んで20歳、ここはね、うん、魔の2年間と呼ばれてるんだけど、ね、うん、20歳の時にこの障害年金の、うん、この時に、精神科医に行って、まあ、お医者さんに行って診断をもらってこいと、うん、ただいきなり行くと、その目的では嫌ですってホームページに書いたんだよ ね、うん、なんで断られちゃうので、おすすめとしては中学校高校になったら年に1回は、かかりつけの精神科医を決めといて、うん、記録をちゃんと残してもらって環境を築いておく、うん、で20歳の時にその診断書を持って障害年金くださいと、うん、でこれが下りると6万5000円になりますと、うん、でこの時に重要なんだけど、障害手帳あるよね、うん、でこれみんなよく混ぜやすいんだけど受給者証と障害手帳って違うの、うん、違うね、で受給者証は単純に、うん、あの障害手帳なくても、うん、必要と分かれば福祉施設が使える法令とかね、うん、で障害手帳なんだけどこれはB2、B1、A2、A1 で軽い方から重たい方に行ってますと。ガッチャンはどこでしたっけ？ガッチャンね、ずっと B1 で来てたの、うん。だから支援学校もいらないって言われたんだけど、うん、実はまさか18歳になってやった時に、A2 ですねって。ほら見ろ、行ったじゃんみたいなね。絶対そんなわけないと思ってたみたいなね。重くなったっていうね。そう。ただうちの、あの保護者だったんだけど、うん
この B1 から A2 に下がった、うん、まあ重たくなったったら、うん、ボロボロ泣いてて、どうして重たくなったから、え、何泣いてるって、手当が増えるから、何やに、これ変わって、お宅の息子さん変わってないでしょって話で。それ多分こっちが分かると、ここのね、受け入れ方がまた変わってくるよね。だからお母さんたちみんなね、かっこつけてね、うん、軽く判定させようとするんだけど、ダメダメダメ。あ、分かる、うん。重たく判定させた方がいいの。うん、手当が違うから。そうだよね。うん。うん、だからもう、区役所行ったら、とりあえず重たい方くれですよ。うん、だから、息子泣いてみから、重たくもらってくれ、うん。なんかみんなかっこつけちゃうの、おすましちゃうの。分かる。やっぱこれって、受ける権利がある。であればやっぱりちゃんとした適正に受けた方がいいから、そう、なんか我慢してそこで頑張ってね、そう、目張って軽かったとかそういう議論じゃないから、うん、意味がないね、それは、ね、意味がない全く、うん、分かる。でこの障害手帳をもらうんだけど、うん、これ18歳でもう一回再判定が起きるわけですよ、うん、でまたこう B2 から A1 にかけていくんだけど、うん、この時にね、うん、ポイントが B1 ぐらいだと障害年金もらえない可能性が高いの、軽度、うん、あ、B2 だと、うん、軽すぎて、なるほど、そうで、区分判定っていうのはこれは受給者証サービスで18歳で初めて出てくるんだけど、うん、子どもの受給者証に書いてないのよ、うん、18歳から初めて介護みたいに1から6に分かれるの、うん、だからこれちょっとややこしいんだけど、受給者証で福祉サービスを受ける時の1から6と、うん、この障害手帳の B1 から A1、うん、B2 のやつは話がちょっと違うんだよ、微妙に。これは同じ場所で判定されるんですか？そう、ただね、窓口が違うとか、まあ、同じ福祉課なんだけど、ただ手続きが違うの、うん、あ、じゃあ何、この区分分けられる時とこれっていうのは同時に語られるわけじゃなくて、そう、バラバラで語られるんだ。そう、だからあり得るのはこっちだけ先行してるとか、手帳だけとか、受給、一番やり方は受給書だけ先行してるのがありがち。特に通学通ってる子って障害手帳もらうほどじゃないの、うん、そうね、そう、だからこれって別の話なの、うん、で面白いんだけど、区分1から6はどっちかというとうちら、うん、福祉施設、特にグループホームとか保険点数違うから、運営者から見てどれぐらいのサービスを提供できるかって報酬単価に結びつくから、事業所から見た視点の方がちょっと強いんだよね。そうね、確かに。そう、うん、であと生活介護もピカソなんか区分3以上、そうね、なんかある程度重たいってなるから、利用者からするとどれぐらい手厚くのサービスは、まあ要介護と一緒でさ、1から6で決まってくる。ただその前に全体として、そのそもそもね、どれぐらい障害者なのっていう社会的なレベルでいうと、この B2、B1、A2、A、これ入ってくる。で、これが障害年金に直結してくる話であると。うん、だから、ちょっと3本柱なんだよね。なるほど。うん。児童手当のお金と障害者と受給者。分かりやすい。分かりやすい。うん、分かりやすい。はい。で、ポイントは18歳で再判定。うん、で、ここで障害年金。で、ここでね、河野さんにね、もっとね、より突っ込んだ話、そう、多分これ自分の子供がちょっと通過しないと分かりにくいんだけど、うん、じゃあ18歳でもう一回再判定するんだけど、うん、そもそも障害手帳って何の種類があるんですか、うん、っていうところで、身体障害者と精神障害者と療育手帳、これ、うん、都内では愛の手帳とかって呼んでるらしいんだけど、はい、つまりこの3つがあって、うん、うちの保護者の場合はここが提供される、発達っていうのは主にここに入ってくる、ね、そう、ほとんどここです、うん、そうだよね、うん、でそれと関係なく受給者証がありますよねと、うん、でこの手帳のうちですね、実はこれ赤の目安、うん、行政によってとか担当とかね、いろんなものに左右されるから、うん、もう一般論ざっくりとした話なんだけど、うん、まず IQ で語ると、うん、うちのガッちゃんって25歳なんですよ、うん、でこのね、B2 と B1、 つまり、ね、うん、自分障害年金をもらえるかもらえないかのサイン、うん、ラインって IQ50 ぐらいなんだって、うん、実は、うん、で IQ50 ね、結構重い、結構ってちょっと驚き、うん、で過酷なのが IQ50 から保険自分で払うんだって1万6000円、へえ、だから B1 より多分 B2 軽いダメで、 B1 よりもっと重たくないと、うん、まあ、障害年金6万5000円もらえない。IQ50 って結構でも重いよね。結構な、そうなの、うん、でここがもっと重要なポイントで、うん、IQ75、 まあ、うん、行政って80とかいろいろあるんだけど、大体この75あたりで、うん、そもそも障害手帳をもらえるかもらえないか決まってくると。これは結構 IQ で決まるの？そう、目安としてね。うん、だからうちの生徒だったんだけど、うん、もう明らかに自閉症で、うん、一人では絶対行動させられないんだけど、うん、IQ だけ測ったら100は出ちゃうって言ったのよ。あ、これはもううちのスタッフもお母さんもびっくりで、うん、まさか障害手帳が出ないことあり得るのみたいなね。なるほど。もう見るからに自閉症なの、うん、だけど IQ なんか
100だけだと100出ちゃうの、うん、だからちょっとここでいろいろ問題があったんだけど、だから、うん、行政として1回 IQ で線引いちゃうわけですよ、うん、ただ、まあ、その時の状況によって要交渉なんで話が変わってくるんだけど、うん、一つの目安としてうちの子将来どうなるのかなってなると、うんうん、まあ、少なくとも今中級に通ってるぐらいだと障害手帳の話ではないですね、そうね、うん、なのでその親がいなくなったともいくらですよかの話は変わってきますね、うん、そうね、目安です、あくまでもこれは、はい、で、次に来る質問がお金いくらですよ。そうね、はい、ここはね、ここで今回ちょっと最初にね、柔道の方から、うん、はい、ガッチャみたいな柔道 IQ50 以下は何が必要かって言ったら、究極ね、これあの貯金なくても大丈夫です。なるほど、福祉のお金でやっていける、うん、はい、よくなんかこう、うん、なんかこう嫌で煽る人っているじゃない、うんうん、なんか貯金がないともダメよみたいな ね、うん、そうね、でなんか何を売りつけるのか知らないけど、俺はもう怪しいと思ってて、うん、そんなことないですよっていつも言ってる、うん、だって生活保護を受けるのにお金がないから生活保護を受けられない人って聞いたことないでしょ。おっしゃる通り、うん、困ってるから生活保護なわけで、だから障害者も同じなんで、お金がないからグループホーム入れないとか絶対ないんですよ。そうね、お小遣いがあるかないかぐらいの、ね、そうそう、おっしゃる通り、うん、それです。確かに、なので救急貯金なくても大丈夫、うん、で障害年金は大体まあ家賃帯がいろいろあるんで行政に違うんだけど、うん、まあ、6万5000円からまあざっくり7万円とかね、うん、一応6万5000円って統一してるけど、うん、そんぐらいもらえますと。でグループホームの自家負担はそれで払わりを設定されてる、うん、まあ、これ一番知ってるよね、数字やってるから、うん、そうですね、だから結局なくても大丈夫なのよ、うん、そうか、だから寝て食べては困らないようになってる、なってる、少なくともホームレスにはならない、うん、これはだからご安心くださいっていうね、うん、ただ親心として、うん、お小遣いあげられたらいいよね。なるほど、ここ親心ライン、うん、そうなるほど、ね、であとまあちょっと就労支援でその工賃出る出ないとかもいろいろあるんだけど、うん、ただお弁当でかかるよねと。でピカソの場合調理実習やってるから、うちはお弁当取ってないんですよ。そうね、毎回豪華なんだけど、うん、なんだけどこの交通費が出たりするんでちょっと足が出るかもしれませんねと、うん、であと通信費、まあ、通信費、まあスマホとかね、うん、趣味のものに、まあ、ガチャの DVD 買いたいとかあるから、であとおやつとか週末なんかね、バス乗って慣れた空港行こうとかいたじゃない、うん、いたねだから、まあ、月2万から3万ちょっとあるとゆとりがあるので、うん、それができたらいいかなと、うん、でなった時には、まあ、20歳から60歳までを仮定して、うん、ちょっと70歳は想定できないから、うん、そうすると3万円かける12ヶ月で36万円、うんうん、これを40年でかけたら1440万、うんうん、ね、でなるほど、うん、でここちょっと整理したいのは、うん、あの今すぐ親がいなくなったら1440万って話だから、20歳 ね、うん、だからもし親が普通に仕事して、うん、その子は40までまた50まで親が普通に収入得てれば、うん、別に1400万いらないの、うん、毎月上げてるみたいな、まあ、あとこれなくても生きていける、そうそう、いける、 最悪ね、そうそう、うん、だから万が一の線引きっていうのと、あとそこの就労支援が例えば工賃1万円毎月出せるんであれば、これ毎年1万単位で減るんで、うん、まあ、そトータル480万ぐらい減るんですよ、うん、なのでマックスの話、うん、一つの目安です、ね、だからこれ見て1400今すぐ貯めるとかっていうプレッシャー感じてほしくない、うん、そうね、うん、ただ今すぐの話ね、うん、でじゃあ高機能のお子さん、グレードお子さんどうなのって話なんだけど、うん、これね難しいんです。まあね、これ答えないの、あのね、なんでかっていうと本人が就職してる可能性が高い、非常に、そうね、うん、うん、高給取りではないけど一応家賃払ってるかもしれない、または実家で暮らしていけるかもしれないっていうね、うん、であと何だろう、この万が一っていうことなんだけど、うん、どこまで万が一を想定しますかって話なんですよ。うん、要は一生引きこもりになって一生お金かかると思うのか、うん、あるいは分かんない、生活保護にね、16万5000円生活保護になると思っていらっしゃるのかとかね、うん、あるいはいや普通にそんなにたくさん収入じゃないけどなんとなく、うん、ね、自立してますとかっていうことなんで、うん、親がどこまで心配するかによって話がガラッと変わってくる、うん、だからそういう意味では重度の知的障害の子の方が計算はしやすい、うん、これ例えば引きこもりにドーンと入ってしまって途中で手帳を取るっていうのは難しい話、うん、いや、あの手帳は取れるんだよ、うん、ただね問題は IQ の問題があるから、うん、あ、そうか、そうそう、あ、そうか、手帳は取れるけど IQ の手帳取れないかもしれない、そうか、そう、だからもっと言うと障害年金を取れないかもしれない、そうなの、そこがあるのか、だから難しいんだけど、よくあるのがIQ80ぐらいでギリギリなんだけど、うん、
一般就職するとなんかいじめられちゃうか劣等感を感じてよくある、うん、よくあるよね、うん、で引きこもってしまった時には障害人気の対象ではないのよ、うん、だって今就労 A の仲間とかね聞いてるとやっぱりそういう人が多いもんね。そう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 なの。一般就労してたけど心折れちゃって、そうなの、もう一回復帰のためにっていう、そう、うん、だからちょっとここは話がいろいろ複雑で、うん、その子によるわけよ。そうね、グレーの髪に引きこもるわけでもないし、うん、だからここだけはちょっと計算できないですっていうのは僕の答え。できないのにこれそうで、できないんだけど、うん、ただ、うん、もしその最悪のシナリオ、うん、例えば生活保護もらわないで、うん、ってなったら、まあ普通に考えて月20万必要なわけですよ。そうね、うん、で親が払えるかどうかは別としてね、うん、ただ今回はちょっと万が一の話が入ってくるんで、うん、今すぐ親がいなくなった場合、うん、で親がずっと生きてれば、うん、まあ一緒に、ね、実家で暮らしてれば大きい問題にはならないんで、まあね、なのであのあくまでも人生何があるかわからないっていう最悪のシナリオで言うと、うん、いくら必要かわかんないけど、ただ一つなあの重度の子よりはもっとお金かかりますよね。そうね、うん、ただいくら必要であろうが、うん、最終的に本人計画性ないでしょと。そうね、で衝動的であるでしょと、うん、これは問題なんですよ、うん、だ普通は働いて自分で家賃払ってるかもしれないけど、うん、例えば2000万1000万親から相続したら、うん、キャバクラ突っ込みませんかと、うん、あとギャンブルやっちゃいませんか、アルコールやっちゃいませんかとか、うん、ね、あとそれなくてもあの騙されやすいとかね、うん、あと訪問販売来て変なマルチ買っちゃったとかね、うん、あとこれ大体あのソーシャルスキルがちょっと乏しいんで、うん、人を見抜けない、うん、そうね、からたくさんお金だけ相続したっていう目当ての悪い嫁さんか旦那さんが来るかもしれないということで、結婚すらリスクになってしまう、うんうん、まあ、犯罪に巻き込まれる可能性も上がるわね。そうそうそうなの、うん、だから別に脅すわけではないんだけど、ただ現実問題として一般社会に放り出されてしまうんで、グレーの子たちがより問題が複雑でデリケートなトピックである、うん、だからいくらっていう議論ではなくて、そう、管理できる能力があるのかどうかの方にちゃんと考えた方がいいよねっていう話ね。で、まあ、究極論ね、まあ、極論だよ、うん、この子じゃあ5000万必要とか1億必要で、うん、今すぐ親死んだらどうなんのったら、うん、じゃあ生命保険でしょって話になっちゃうんだけど、うん、ただどんな議論であれお金が貯金があろうがなかろうが、うん、どっちみちお金管理できたんでしたっけと大きい額を、うん、そうね、無理ですよねと、うん、だからそう考えると、うん、今回の話って、うん、ほとんどの家庭に当てはまる話なんですよ、うん、発達障害にしては、うんうん、大丈夫って家庭あまりないと思ってて、うん、みんなちょっと不安に思ってる、うん、でここなんです。じゃあ生命保険と信託どうやって使い分けんのって話で、うん、つまりさっき言った金額を必要するにあたってどうするのって話なんだけど、ここが分かれてきます、うん、でこれは重度であろうがグレーであろうが、うん、まず親の方に貯金があるかないか、うんうん、で例えばあの今すぐ知らないけど、うん、6時までの親が働いて、うん、それだけの貯金ができると思っていらっしゃるか、うん、あるいはシングルマザーでもうギリギリの生活費であと20年働いても絶対貯金増えない自信がある、それだけはもうたまらないだろうと、うん、なった時に多分考え方が変わってくるんですよ。なるほど。これ貯金っていうのはあの不動産のような資産も含む、あ、含む、含みます、うん、でもっと言うと子供に相続が行った時に、うん、その子がその後ださっき言った1400万老後、そう、ね、困らないかが用意できるかできないかっていう、じゃあ自分が亡くなった後にその子がどんだけの資産が、まあ、不動産も現金も含めあるかどうかのあるなしね。そう、うん、でもしないんだったら生命保険入っておきましょうと、うん、リスクヘッジでね。そうね。で、うん、そもそももううちたくさん相続してるから、うん、生命保険いらないよってなったら、うん、じゃあそれはいらないけどただ信託必要だよねという話なんです、うん、ここで線引き、はい、ここで線引きをします。でその信託なんで必要なのって話なんだけど、う、ね、うん、はい、これ分かりやすくもう一回切りました、うん、こうやって区切れているんだけど、生命保険は万が一の話です、うん、乱暴に言うと、うん、大きくくると、ね、今すぐ親亡くなったらどうするか、貯金がない、うん、であるんだけど老後の話、うん、で一つ確実なのは 100% 親は子供より先に死ぬ可能性が非常に高い、ね、老後でね、うん、ってなるといずれお金が行くんでしょと、うん、保険金だろうが貯金だろうが、うん、でこの信託を使うと、うん、いわゆる積み立てをするんで貯蓄なんですよ、貯蓄の話なの、うん、で今持ってる、預金を信託に回して子供の貯蓄にスライドするっていう話で、うんうん、ただどっちにしても障害者の当人に行きますと、うん、でお金の管理能力がない、うん、さあどうすると、それは心配だよね。はい、これは心配です、うん、ガッチャに渡したらまず引き出しすらできない、うんうん、本当だね。そうです、はい、そこで、生命保険信託が現れるんですけど、これどういうことかっていうと、うん、もう一回整理すると、生命保険で、掛け捨て保険で例えば貯金がないから、
で万が一で保険金が入りますと、そうで親がもし死んだら生命保険信託にお金が行きますと、あるいはお金あるんだけどとりあえず積み立てに入りましたと貯蓄で、でもこれもいずれ信託に行きますと、組み合わせなんだ、これ組み合わせの商品なんだ実は。なるほど、信託に持ってきた場合っていうことね。つまり生命保険だけ入れと言ってるんじゃなくて、生命保険の商品を通じて信託と組み合わせたものに入りなさいっていう話なんです、今回は。それがいいよっていうことね。そう、生命保険だけの話じゃないんです、信託ありきの話なんです。そうね、あ、そうかそうか、だからどんと、まあ生命保険がもう要はその生まれた大きいお金を誰か、まあどこかに預けて、そうで当人がちゃんとお金の管理能力がなくても使えるようにしよう、はい、その通りです、みたいな話、はい、そうです、ね、なので毎月の入金の設定が可能つまり例えば親が死んだら、毎月ガッチャンだったら3万円しか入金しないです。ああ、ガッチャンが使える額をね。そう。ああ、なるほど、うん。で、あと卒業式とか、なんか病気になったとか、なんか臨時でかかるんだったら、随時その時はレシートを持ってきたら、河野さんもあったでしょ、お孫さんの。うん、ああ、あったあった、あの、孫喜ぶっていうね。そう、おばあちゃんのね。そうそう、あの、学費だけ毎年使っていい固定の額がある。そのレシート持ってったでしょ、領収書。そう、で、持っていくとくれるっていうね。そう。その仕組みなんですよ。うん、ああ、なるほど。であと、これ重要なの、後から他人が、うん、身内がまた知らない人が変えられない、うん、そりゃそうだよね。そう、うん、勝手にね、なんか10万円まで増やされて、もしくは全額とかやって持ってかれてもね。そう、だから、うん、親が生きてる間は何回でも設定変えられるんだけど、一度親が死んだら変えられない。そうか、遺言設定みたいな。そういうことです。ほら、ね、なるほど。これを信託というんです。だから生命保険入って安心とかそういう話じゃなくて、お金があろうがなかろうが、うん、生命保険をリスクヘッジするなり、または積み立てにして、うん、最終的にはこう信託に落ちるようにして、そこから当人に決まった額がいくと、うん、なるほど。じゃあ当人の能力を見て分割で支払ってあげる。そういうことです。自分がいない後やってくれると。そういうことです。なるほど、うん、で、じゃあ何が設定できるのっていうと、今分かりやすく言いましたけど、うん、まず、子供の代わりに財産管理をしてくれて、うん、で次に相続のトラブルを避ける、うん、つまりどういうことかっていうと、うん、最初みんな子供同士仲いいかもしれないけど、親がいなくなった瞬間仲悪くなったりとか、揉めますよねと。よくあった。はい。で、この揉めた時に、権利を主張できないのが障害者なんですよ。そうね。うん、知的障害。うん、なので、言いようにされちゃうから、そうならないように事前にちゃんと設定しとく。ものすごい重要。なので、子供のことを思うんだったら、ちゃんと決めとけなさいと。遺言残して、信託設定しとくと。で次にこれちょっとレアなケースなんだけど、うん、仲の悪い親族に配りたくない、うん、これどういうことかっていうと、例えばね、まあ、最悪のシナリオだよ、うん、うちのガッちゃんお金残しました、うん、俺いなくなりました、で万が一家族みんながいなくなりましたと、うん、交通事故とかで、うん、まあ、起きてほしくないけどね、うん、その時に今の法的な基準だと、これ自動的に前離婚した嫌な旦那さんにお金がいっちゃうんです。例えばね、 DV で離婚してたとしてもね、で そっちのお金がいくのかと、うん、許せんということが起きるので、信託だと違う人に設定できるんです。で、もう一つ、普通の相続でできないんだけど、うん、もう一個あるのは、これ最後の受け口を団体か自治体に設定できるの。ああ、この公益性のある団体とかね。そう、だから、あいま株式だから無理なんだけど、うん、ちゃんとした NPO の団体、公認とか自治体。だから僕の場合だと、川崎市に設定しちゃったの。うん、だって、俺が交通事故で亡くなって、うん、うちの弟とかに、うん、お兄ちゃん死んでラッキーと思われたくないじゃん。そう。なるほどね。で、もともと、で、この、めちゃくちゃ貧乏で、うん、今なんとなく給料もらえてるのは、うん、川崎市の税金でいただいているから、僕の考えとしては、うん、もしうちの家族なんかあったら、うん、川崎市に戻したいっていうのがあったから、うん、僕川崎市にしてたんです。何ですか、そのいい話は。いえいえ、別に。ただまあ、お金の出所で言うと、まあ、川崎市に戻すのが妥当かなと、うん、うちの場合はね。いや、確かに。そう。うん、ただまあ、わかんない。将来ね、アイムがわかんない。社会福祉法人になれば指定できるんで、うんうん、もしそうなってればアイムの方に変更すると思うし。あ、確かに、うん、それはなんか僕もやっといた方がいいかもね、うん、これはね、うん、普通の、相続の話では出てこない話、うん、信託だから出てくる話なの、うん、ではこれはあいい仕組みだなと思って、うん、なんかアメリカ人が考えそうな話だよね。そう。で次にね、社協、信託の次に来るのは社協。これ多分ここで初めてうちの本田さんの元アイム来る前に社協やってたんで、彼女一番詳しい、うん、でこれ何かっていうと、生命保険の信託にお金が来ますと、うん、で
こっから毎月3万円じゃガッチャーにっていう、誰も彼引き出せませんってなると、じゃあ誰が出すかって言ったら、じゃあ社協が入ってくるんですね。ああ、こう聞きたかった。誰なんですかって。はい、はい、これね、社会管理協議会ってホームページやって出てきます。社会福祉？はい。あ、社会福祉協議会。うん、この、相談支援からまず依頼来るんですって、うん、ケースワーカーから。うん、で、保証人立てましょうと。うん、で、その時に身内がもう酔っ払いダメだと、うん、なったら、身内じゃない人をちゃんと指名してくれるんですよ。うん、で、次に、あの、社協のスタッフが通帳を預かって、うん、で彼らがあのキャッシュカード本人持たせないで引き出してくれるの。ガッチャ、はい、3万円って言って。あ、なるほど、うん、そう思った。ガッチャが引き出せんのかなっていう疑問を持ってた。仮に教えたら、多分全部引き出しちゃうんで、仮に教えたら。そう。なるほど。そうなの。あ、そういうのがちゃんとある。じゃあ、はい、ここは必ず入ってきてくれて、まあ、うまく現金化をして、ちゃんと渡してくれると。そうなの。でしかもこれ月々手数料はこっち個人負担500円、悪い話ではない。そうですね。そうなので、まあ、社協が入ってきてくれるんで、とりあえずこれが橋渡しになるから、うん、だから信託と等になるような福祉が入ってくる。あ、なるほど。そうで、自分がなくなったらちゃんとその手順はここがやってくれるわけですか、ね。はい、そうです。あ、なるほど。へえ。で考えると、うん、いいあのここは心配しなくていいですよね、うん、と。で次に、今度じゃこの今回の話って親に今いくらかかるのっていう話で、うんうん、ここです。生命保険、まあうん、そもそもこれ何かって言ったら必要な資金を効率よく準備するものだよってことなので、うん、まあ、万が一に備えて、うん、なんで、まあ、とはいってもね、みんな生活潤沢のお金が余ってるわけではないから、うん、ね、ギリギリの方も多いので多分月5000円ぐらいの掛け捨て保険からが妥当ではないでしょうかと、うん、掛け捨ての場合は、うん、で掛け捨てじゃなくてもうちょっとうちはお金ありますよと、うん、まあ、ゆとりのある方はじゃあ積み立て保険入られたらどうですかと、うん、でこれは預けてもお金が減るものではないので、うん、あくまでも最後その信託に返還されるんで、そうですね、貯金だと思えばいいじゃないですかと、うん、でこちらそうですね、なのでもう一回言うと生命保険のこの信託というのは子供の代わりに資産管理をしてくれる話でしたよと、うん、で生命保険と組み合わせますと、うん、別々ではないです、一緒ですと、うん、で、何回でも設定変更できて、手数料はほんの少しなんで、うん、ここは大丈夫ですよと、うん。なるほど。はい。なので、これはもう、その各家庭の、状況によって話が大きく異なってくるんで、ここで初めて、ファイナンシャルプランナーが入ってくるという話なんですね。ですね。なので、じゃあ今回ね、ちょっとこう、うん、どういう人が登場人物かで、まず、アイムパートナーズとしては、うん、ワンストップで相談できる場所、うん、っていうことで、まず最初に、ファイナンシャルプランナーが入ってきます。うん、でここで生命保険と信託どういったものがいいかっていう相談に乗ってくれる、うん、でもこれね、いくらの商品を買いなさいとかそういう話じゃなくて、そうね、子供の状況とかいうのも含めて加味して、であともう一つは税理士の方、つまり相続税というものが発生するんで、うん、もし資産があるんだったら積み立てにしても、うん、あの相続で心配しないといけないんで、うん、あと生前贈与とか、そうね、うん、ここら辺を相談に乗ってくれますと。そうね。でもう一個おすすめのは弁護士なんですよ、うん、なのでこの弁護士で、分配、まずこれが法的に正しいかどうか、うん、っていうことと、遺言書ちゃんと法的に問題ないの確認してもらう。うん、これ絶対必要じゃないですか。そうですね。でこれね、ちょっとあまり聞き慣れないんだけど、社会保険労務士っていうのがいて、これは家族信託とか、障害年金の申請まで。へ、あ、そうなんですか。あのね、これ僕も聞いたときに、何の話と思ったんだけど、うん、これね、あの親が申請できる家族問題ないんだけど、うん、親子揃ってちょっと精神障害入ってるとか知的障害入ってるとかっていうケースって本人が申請できない場合があるんですよ。ああ、わかる。そのための話。なるほど。そう。なんだけど、とりあえずいろんなケースで、そのそれぞれの家庭によって全く話が異なってくるので、いずれにせよこの人たちに相談しないといけないと。うん、あ、今工事してますね。おならじゃないよ。でとりあえず今回ね、アイムパートナーズスタートして、うん、この4人 4つのパーツから成り立っていて、うん、女性も揃っていますので、そうですよね、はい、やっぱまあ多分一応、まあ、気にしなきゃいけないのでそんなに恐れるような話じゃないよと。そうそうそう。ただ一歩一歩真剣に細かく見れば、さっきずっとあった図のように、うん、いくら子どもたちがお金が入るのかもしくは入らないのか、そうで入ってきて管理があるんだったら、まあ、その管理がどうするのかっていうのを、そう、まあ、ちゃんと前もって考えようよと、はい、そう、もう言う通りで、その難しい話をしているわけでもないし、うん、あとその脅すとかね、不安をとかそういうことではなくて、うん、事前に決められることをちゃんと決めときましょうと。で究極お金はなくても安心だけど、うん、ただゆとりがちょっとあればいいなって、親心があるってなって、あと万が一を想定するんであれば、その生命保険と信託の適切な商品でやっぱり家計を圧迫するとか、それ本末転倒じゃない。そうね。
うん、だからそういうことではなくて、できる範囲でどう備えるかっていう話と、うんうん、あとどんな話をしても最終的にはその子ども本人に、うん、あのお金を大きい金額をまとまって入った時にちゃんと管理できる能力ありますかと、うんうん、でそこがちょっと疑わしいとか、あとはちょっと身内だけで揉めそうだとかっていうことがあるんであれば、うん、それはちゃんと信託と遺言で設定しておきましょうと、うん、そうですね、なるほど、そういやこれはクリアに分かりました、はい、うん、なんか僕、まあ、自分のこと考えてもね、うんうん、結構必要だなと思う、その信託って、これあそうだ、ね、障害持ってても障害持ってなくてもあの使える話じゃないですか、そう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 、これってね、そうだから確かになと、一気にバンと渡って変なことに使われるよりは、そうなの、ね、まあ、管理ができても使ってもいいはずだよね、そうこれは。であとね、これね実はあの、うん、ちょっとパート2で触れようと思ってたんだけど、うん、あの面白いやり方があって、うん、いわゆる生前贈与、生きてる間にいくら譲れるって、うん、年間110万で決まってるじゃない、うん、そうね、でそれと別の方法があって要は ね, ね今 の, あの一般の、まあ、うちも普通にシンプルに考えてたんだけど、うん、一般の保護者が考えるのって障害年金6万5000振り込まれるでしょ、うん、子供の口座に、うん、そうするとその6万5000でグループホームに6万5000払ってたんですよ今はね、そう、うん、で今回の話を取り入れるとそれしないで、うん、子供の障害年金は手をつけない、うん、で親が代わりにグループホームのお金を払う分には問題ないんですよ、うん、全然そうね、だからこっちはもう親がお金を払っておいて、うん、こっちのを貯めとく、うん、ただ貯まっておいてもお金の管理できないから、うん、この6万5000円を丸ごと信託に回したんですよ、積み立てに、減らないから、ね、うん、でこれやっといて、うん、なんかその親の後にちゃんと信託にそのお金が行くんで、うん、なので ある意味その生前贈与って別の方法でスライドできる、ね、これは自分に入ってきたお金をね、そうそうそう、自分の信託、自分に自分でかけることがねちゃんとできるから、だからうちのガッチャも障害年金はもうちょっと今19だ、うん、来年20歳からだけど、うん、うちもこれが一番いいと思ってて、うん、確かに、だから普通の生前贈与で年間100万、まあ100ちょっと、そうそう、とプラスその毎月の6万5000円の積み立てが同時にこうできちゃう、信託できるということで、そう、ね、そうすると効率よく税金かからずこうちゃんと相続できるから、うん、ただ今までみんなが障害年金をグループは払うのは当たり前だと思ってたから、そう、そうか、この当たり前を崩していくのものりさんの言い技だね、はい、そうですね、はい、っていうことだから多分ね、これね、うん、ほら今までかあのアイムのやってた福祉って、うん、例えば北海道とかね、うん、他のところでうちの記事読んでも、うん、川崎に住んでないと通えなかったでしょ、うん、でも今回の話は全国どこにいても受けられるサービスだから、ね、確かに、うん、ただ多分もっとより多くの人のためにこう解決するんじゃないのかなって思ってて、先生、いえ、やめてください先生は何です、はい、いやいや、よかったです、うん、ちょっとこれも広げていきましょう、そうですね、なんで、アイムパートナーズよろしくお願いします、ぜひ、はい、よろしくお願いします。